ジャン・フランチェスコ・ペンにまたは、ジョバン・フランチェスコ・ペンには、ルネサンス世紀のイタリア人画家。数多いラファイロの弟子、工房出身者の中でもよく知られている芸術家の一人である。青い冠の聖母氏のラファイロが、デザイン構成を担当し、ペンにが絵画に仕上げたと言われている作品。ルーブル美術館所蔵。ペンには、フィレンツェの織物職人の家に生まれた。 幼少の頃からラファエロがローマで経営していた工房の一員となり、ラファエロとの共同作業でバチカン宮殿、ラファエロの間のフレスコ壁画やローマ教皇の財務担当だったアゴスティのキージの別宅のフレスコ壁画を担当した。美術史家ハインリヒベルフリンらは、ラファエロがシスティーナ礼拝堂のタペストリー製作用のデザイン主体として描いたラファエロのカルトンは事実上、 ペンギの作品であるとしているが、ベルフリンよりも後年の美術師家たちには、ラファエロのカルトンはほとんどが、ラファエロ自身の手によるものだとする意見が多い。ラファエロが37歳で救世した後、ペンギは同じく、ラファエロ工房のジュリオロマーノと共同で、4部屋あるラファエロの間の、コンスタンティヌスの間のフレスコ壁が、キリストの変容、モテルーチェの聖母秘書店と聖母体感。 マントバの手宮殿などの作品を制作した。また、ローマ教皇クレメンス7世の依頼で、バチカン宮殿の数期教人名式に使用される部屋を飾るタペストリのデザインも手掛けている。ペンには1526年にローマを離れ、1524年からマントバに滞在していたジュリオロマーノの元を訪れた。バザーリの著書、画家、彫刻家、建築家列での記述では、 この訪問はロマーノにはあまり歓迎されなかったとなっている。その後、ロンバルディア、ローマ、ナポリとローマ各地を旅し、1528年にナポリで死去した。ペンニの弟子にはレオナルド・ダピストヤラがいる。ペンニの弟バルトロメオはイングランド王ヘンリー・パスセイに宮廷画家として使え、もう一人の弟ルカはフォンテーヌ・ブロー派に分類されるイタリア人画家となっている。 ありがとうございます。